皆さん改めまして、こんばんは、小室さとみと言います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。そして今日は1曲目に歌いましたのが「くちばしにチュリー」という曲を歌わせていただきました。その時に先ほど赤いドレスを着たリンリン、ダンサー、今日はストリートダンサーなんですけど、リンリンと、そして2曲目の洋楽なんですけども「The Way That You」という曲なんですが、ダンサーのエミさんのサルサダンサーなんですが、この3人で今日は最後までお送りしたいと思います。今回はですね、この本芝町会の親睦会なんですけども、この会に星さん の希望でゲストとして今回お呼ばれしているので本当にありがとうございます。このきっかけはですね、海岸ライブという北の方でベッドさんが、壁さんですね、壁さんがいつもやってくださるこちら のライブで、私たち一度バンドライブで参加させていただいたんですけども、その時に星さんとお会いしまして、で今回このような形で皆さんの前で歌わせていただくことになりました。今日私は壁さんがいつも来ているお店なんですが、そちらの参考者ミュージックポップという33年やってるお店なんですけども、そちらの方でいつも歌ってまして、そこでいろいろとすごい歌が大好きな壁さん、星さんも一度来ていただいたことがあるんですけども、そこでいろいろといろんな話を聞いて、せっかくなのでこういうイベント何かやってみたいなっていう話がやっとこういう時期でできたので、本当にすごく嬉しく思います。で今回はですね、一応先ほど2曲歌わせていただいたんですが、全5曲で洋楽、邦楽、カバーで皆さんの知ってる曲を歌いたいと思います。で最後はですね、5曲目に一応振りがあるんですけど、お食事やね、一応飲んだり食べたりしてると思うんですけど、もし最後よろしければ一緒に振りなんかで踊っていただいて、やっていただけたらなと思います。なので今日も最後まで楽しんでおいてください。それではありがとうございます。それではですね、3曲目、4曲目と続くんですけども、3曲目はですね、マライア・キャリーさん、皆さん多分知ってると思うんですけども、ヒーローという曲を歌わせていただいてます。そのヒーローは日本では多分結構カバーされてることが多いと思うんですが、中山美穂さんが一度カバーして、日本では結構有名な80年代、90年代の時に多分カバーして皆さん知ってる曲だと思うんですけども、そして4曲目がですね、それこそもう世界の歌姫と言われている方なんですけども、ホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You という曲を、ボディーガードの映画の主題歌ですね、その曲を2曲続けて歌いたいと思いますので、もし後ろの方はどん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 前の方に来ていただいて、ぜひぜひ一緒に楽しんでいただけたらなと思いますので、どうぞ皆さん聴いてください。それでは歌います。ヒーローです。Look inside your heart. You don't have to be afraid.
ございます。